いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。ワタだよ。本日もよろしくお願いします。本日ご紹介するのは、サントリー食品インターナショナルより、2020年10月20日に季節限定で発売された、ペプシジャパンコーラキャラメルパンチ。490ml。本体価格140円。こちらをご紹介したいと思います。トゥン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 。行きましょう。キャラメルパンチとなっております。まあ、限定ですけど、ジャパンオリジナルテイスト、怖いですね。さあ、炭酸飲料となっております。さあ、内容量は 490ml となっております。さあ、爽快なコーラの味わいにパンチのあるキャラメル風味がガツンと香る満足感たっぷりの限定ジャパンコーラ。100ml あたり47キロカロリー。炭水化物は 17.7 グラムとなっております。こちら、日本国産です。開けていきたいと思います。でもなんかどうなんだろうな、コーラでキャラメルでしょ、なんかあんまり味が想像つかないな。まあ甘いっていうのは分かるけど、いただきます。コーラの中にちょっと甘い匂いがする。なんか言いたいことは分かる気はするんだがな。こちらペプシジャパンコーラならではの爽快感に加え、甘くて濃厚なキャラメルの風味と隠し味の塩で満足のある食欲の秋にぴったりな味わいに仕上げました。イオンです。あのコーラの中にこのキャラメルがふわっと甘みが感じられて、コーラの中にもこのキャラメルのね、あの匂いがふわっと香ってきて、またそれはそれで楽しめるっていうキャラメルのパンチはあるんだけども、待てよ、コーラ別にキャラメル入れなくていいんじゃねみたいな、普通にペプシのコーラでよくねみたいな、なんかそんな感じに思えてしまったんですよね。いや確かにこうキャラメルのね匂いがして、別にこれキャラメル入れなくても別によくねみたいな、まあ別に実際キャラメル入ってるわけじゃないんで、まあっていうようなそんな印象を受けました。まあでもあのコーラの中にキャラメルがこうふわっと入ってくるので、こうちょっと一風変わったあのコーラを飲んでみたい方、好奇心のある方にはぜひおすすめです。今だけのこのキャラメルパンチ飲んでみてはいかがでしょうか。この動画が面白いなって方はぜひチャンネル登録、高評価、関連動画も見てくれればまた喜びます。ではじゃあね。